じいちゃんはどういう人だったのうちのじいちゃんクズだよ。28歳から仕事一回もしてねえから。ずーっと田んぼを幸運期で唸なってた。ずーっと。てか俺じじいと話した記憶ねえなマックスコーヒーでなんか糖尿病だって頭ぐちゃぐちゃなってたからもう。俺が物心ついた時には。大ジョンベーしてておばあちゃんがずっと泣いてたそれで。またおむつを変えなきゃいけないって。マックスコーヒーでなんか頭ぐちゃぐちゃなってたから。 で、俺もそれを見てさ、やっぱり、俺ってみんなの、知ってんの通り、正義の味方じゃん。俺が倒してやらなきゃと思って、おじいちゃんを虐待してたのね。<laughs> ハエ叩きでさ、ケツを引っ張ったりして。やっぱり俺は、正義の味方だからね。おばあちゃんを俺が守らなきゃって思ってた。ほんとクソ貧乏だったから。二世代前まで。じじ働かねえんだもんだって。なんか戦争行って帰ってきて、 なんかね、南京に一年間閉じ込められてたんだよ、うちのじいちゃん。それでなんか人を信じられなくなって働かなかったらしい。でもなんかその戦争年金みたいなので結構もらしてたみたいだけど。うちのじいちゃん南京で一年間あれされてたからね、捕虜になっちゃった。<laughs> お前い。うちのじいちゃんが捕虜になっちゃったんだけど。捕虜。<laughs> お前ら、ね、にその悲しみわかんのかよ。お前、うちのじいちゃん捕虜だぞ、お前。捕虜。 お前らにその悲しみ、わかんねえだろ。捕虜の悲しみ。俺はそういう歴史を聞いてきたから。捕虜になってたんだよ。そんでなんか29ぐらいで帰ってきて、いや16歳ぐらいで結婚していったんだよ。で戦争から帰ってきて、そっからは、もう植物のように暮らしてたってたうちのおじいちゃんはもう、なんだよ、三その生まれてからの30年間でそのに、大日本帝国のために人事を尽くしたから、あとはもう余生だって言って、 おばあちゃんがな、なばなを植えたお金で暮らしてたらしい。で、金があまりにもなさすぎて、金、金はねるんで子供ばっかり作ってるからさ、うちの親父8人兄弟なのね。そんで、その煽りをもろに受けて、うちのお父さんは中卒で大工になって、働いてたんだって。